こんにちは、エヴァとタケシです。今回は嫌なことから逃げるというのは機嫌よく生きるための大事なスキルというテーマでお話ししていきたいと思います。いいことが起きると気分が良くなります。気分が良くなると物事をポジティブに受け取ることができるようになります。ご飯を美味しく食べることができるようになったり、 ご飯を食べられることに感謝できるようになったりします。機嫌がいいと自分にも他人にも寛容になることができます。自分の思った通りにできないことがあっても、まあこういう時もあるよね、と自分を許すことができるようになります。他人が約束の時間に遅れてきても、まあそういう時もあるよね、と事実をすんなりと受け入れることができるようになります。気分よく生きるとは、 それ自体が幸せなことです。なので、私たちは自分を幸せにするために何かいいことが起きないかなぁ、と願います。いいことが起きれば幸せな気分になります。しかし、人生ではいいことばかりが起きることはありません。どちらかというと、嫌なことばかりが起きます。生きていれば嫌な人間に出会うことがあるし、嫌な出来事に遭遇することがあります。 人生は思い通りにいかないことだらけなので、普通に生きていれば嫌な気分になることが多くなります。いいことは滅多に起きないので、いいことが起きるのを待っていたら、滅多に幸せを感じることができなくなります。なので、私たちは自分を幸せにするために、機嫌よく生きるための技術を磨いていく必要があります。私たちは、いいことがあまり起きない世の中で幸せに生きるために、 自分で自分の機嫌を良くしてあげる必要があります。機嫌良く生きるための技術の中で最も重要なのは嫌なことから逃げたくなる自分を肯定する技術です。嫌なことをすれば嫌な気分になります。自分が嫌と感じているのにそれをやりたくないと感じてはいけないと否定すると気分が悪くなります。これはしなければいけないことだから 文句を言わずにさっさとやれと強制することで機嫌が悪くなります。なので嫌なことをやりたくないと思う自分を否定してはいけません。嫌なことをやりたくないと思った時は、それはそうだよねと同意して、じゃあどうやってそれから逃げようかと考えてあげることが大切です。すぐに嫌なことから逃げることができなくても嫌なものは嫌だという気持ちに共感して自分のために 嫌なことから逃げる方法をを考えてあげげるるるだけで、で気分を守ここととができます。嫌なことから逃げる方法は絶対にあるだからそれを見つけるまで諦めないと希望を持つことで気分が良くなってきます私たちは機嫌が悪い人が近くにいると攻撃されたら嫌だなぁと緊張しますなので機嫌よく生きるためには機嫌が悪い人を避けるのが基本です あの人イライラしているなあの人不満そうな顔をしているなと気づいたらあの人には近寄らない方がいいなと逃げることが大切ですここで重要なのは逃げる自分は弱い弱い自分はダメだと否定しないことです自己否定は最も自分の機嫌を損ねる行為です機嫌よく幸せに生きるためには逃げる自分を肯定してあげることが大切です イイライラしている人間を察知して逃げることができた自分逃げることで自分を守ることができた自分を徹底的に褒めてあげましょうまた嫌な人から逃げることをゲームのように楽しむことができます上司に八つ当たりをされそうになった時「ちょっとお腹が痛くなったのでトイレに行ってきます」と言って逃げることに成功したら「よしうまくいったぜ」と喜ぶことができます 酒癖の悪い上司に誘われたとき、猫に餌をあげなければいけないから、今日は帰りますって言ってみようかな。医者にお酒を止められているんですって言ってみようかな。私にお酒を飲ましたら、明日絶対に遅刻しますよって言ってみようかな。などと考えることを楽しむことができます。ということで、嫌なものは嫌だと感じる自分を肯定してあげてほしいと思います。 あの人とは会いたくないよね、と嫌な人を避けたくなる自分を肯定してあげましょう。どうやって嫌なことをやめようか、どうやって嫌な人から逃げようかと考えることをゲームのように楽しんでいきましょう。嫌なことから逃げたくなる自分を肯定する技術、嫌な人間から逃げるスキルを磨いていくことで機嫌よく生きていきましょう。 今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。